詐欺師の見分け方というか、リスクを負わないっていうか、この見分け方でも7つあるの。 100% っていう認識でいい。 100% 隠されたリスクがある。時は令和ビジネス戦国時代。ビジネスの常識をバッサバッサ叩き、マーケティング侍の非常識なビジネストーク。チャオ、マーケティング侍のリュウです。このチャンネルでは実践できる今すぐ使えるマーケティングをシェアしていきたいと思います。はい、リュウ先生、今日もよろしくお願いします。マーケティングと全然関係ないんですけど、ちょっと騙されて。本当マーケティングと関係ない。これマーケティング侍なんで、あのマーケティングの話をしたいんだけど。いや、なんか聞いてほしいんですよ。チャンネルの無駄遣い今日。騙されて本当に。はい、あの知り合いにこれいいよっつって投資案件持ってこられたんで、はいはい、なけなしのお金はたいてぶっ込んだら詐欺られたみたいで。なるほど。で、はい、100万円ぐらい失ったの。あ、いや、3万円待って、え、3万円3万円そんな投資の話。いや、もう友達と縁切った方がいいと思う。それ友達じゃないでしょ。3万円まあ、じゃあいいんじゃない。いやいや、僕にとってはめちゃめちゃでかいんで。なるほど。でも財布に300円しか入ってないから。3万円が100分の1になっちゃいました。そうなんです。でも冗談でしょ。いや、すごい。今日の本題よりもそっちの方がびっくりするけど。次こういうこと会いたくないから、うん、なんかこう見分け方とかってあったりしますか？そういうね、なんか騙されないためにどうしたらいいですかって。そうなんです。じゃあ全然マーケティングと関係ないけど、まあとはいえね、まあ、実際ビジネスをやっていたら、そういった、まあ、怪しい話というか、まあ、何か、まあ、きな臭い話であったり、まあ、詐欺みたいな話って非常に多いと思うんで、まあ、それを避けていくのも、まあ、ある一種のね、まあ、マーケティングっていうか考え方だよね。まあ今日はじゃあその点について話をしていきましょうか。ということで、じゃあ早速本題に行きますけども、まあ、いわゆるその詐欺師の見分け方というか、まあ、そういった詐欺に合わないとか、リスクを負わないっていうか、うん、まあ、その見分け方ね、全部7つあるのよ。7つ。おー、7つ。で、今から言う7つを知ってもらえれば、まあ、おそらく次からは合わないとか、会いにくくなるんじゃないかなと。意味でも合わなくなりますね。会いにくくなる。絶対じゃないんだけど、一応7つの項目はチェックしてっていうか、考えた方がいい。はい、うん、じゃあまず1つ目の項目からいくと、もうこれもうすごいシンプルなんだけど、まあ、大体そういういい話、まあ、ビジネスでもそう、ね、投資案件に限らずビジネスの話とかで一緒にやろうよ、なんかすごい人から大体紹介されたとか、なんかすごい人ですって言って一緒にやるってこと結構あるでしょ。はい。そうなった時に、まあ、世の中にはいろんなすごい人と言われる人がいるのよ、うん、表面上ね。はい。だけども本当にすごいんですかっていうとよくわからない。え、どういうことですか？まあ、すごい人だけどすごくないかもしれないし、それは過去の話だったかもしれない。だからまずリスクとして考えたときに必ず見なければいけないのが、リアルタイムでの実績が見えるかどうか。あ、今現在ちゃんと実績を持ってるかどうかが分かるってことですか？まあ、リアルタイムでやってるかどうかが、しかも見えるかどうかってことが重要なの。まずリアルタイムかどうかって話で言うと、過去の実績ってどうでもいいんだよ、はい、過去にこんなことやっていましたとか、うん、素晴らしい実績がありますってのはさておき、じゃあ今あなたはどういう現状なんですか？はい、例えば過去にすごい成功してましたと、うん、じゃあそういう成功していてテレビとかにも出て、で出資もバンバンしてますみたいな、そういう番組なんか昔あったでしょ、マネーの虎とか、ね、ありましたね。でも、まあ、じゃあそのマネーの虎に出た社長たちが今どうなってるのかというと、まあ、結構ねうまくいってない人もいたりする。へえ、あ、そうなんですね。だから、まあ、その当時は良かったですと、でも今はそうじゃないですと、うん、いうケースも多かったね。お金に困っていて、お金に困ってるからお金集めなきゃいけないって人も結構いたりするんで、まずこのリアルタイムでの実績はどうなってるのかっていうところを見なきゃいけない、うん、でかつそれがちゃんと見えるかどうかなんで、はあ、言葉ではいくらでも言えるじゃん、うまくいってますよと、はい、今もいい感じですよと、うん、じゃあそれをちゃんと目に見える形で発信しているような人かどうかっていうのがやっぱ重要だよね。その目に見えるっていうのはどういう状態？まあ、例えばホームページの更新、 SNS の発信であったりとか、うん、まあ、本、メディア、あらゆるところで情報発信をしてるとその人の人なりが見えるじゃん、はい、もちろんその発信してる情報が嘘の可能性もあるんだけども、でもやっぱリアルタイムで発信をしているっていうのは結構重要で、うん、一言で言うと怪しいことをやり出す人って発信が止まるの。怪しいことをやり出したりとか、はい、何かトラブルに見舞われてる人っていうのは、うん、基本的に発信が止まる状況が多い。あ、そうなんですね。だからある時急に SNS の更新が止まったなーと思ってね、じゃあ後で話聞いてみると、はい、いや実は〇〇みたいなトラブルがあってっていうケースは結構多かったですよ、うん、なのでまずその人の情報発信がどれくらいずっと続いてるのかを見るよね、うん、じゃあ今年 SNS を立ち上げたばかりですとか、はい、今年情報発信をし始めたばかりです、うん、数ヶ月ぐらいの人っていっぱいいるのよ、下手してやってないとか、うん、でもずっとやってる人、しかも途切れずにやってる人っていうのはやはり一つの考え方としてリスクが低くなるっていうのは、うん、もちろん、まあ、そういった SNS とか一切情報発信をしないで、まあ、実はね裏方でやってますって方がもう結構いるよ、うん、それも知ってるんだけども初心者はじゃあそこを見分けられるかって話になると結構難しいでしょ、うん、
なので、まあ、基本的にはその発信状況をずっと見るよね。で、2つ目、はい、まあ、そもそもその話が誰から持ってこられたかっていうのもあるんだけども、まあ、そもそもこう詐欺師とか怪しい話をやってる人たちの大半が守るものが結構ないのね。守るものですか？守るもの。じゃあ例えばその家族であったりとか、ね、あるいはブランディングがあるとか、例えば上場企業を社長してますとか、はい、もう世の中に顔を出してしっかりやってますみたいな、まあ、要はもう鼻になっている、じゃあ本をたくさん出しているとか、そういう人たちって、まあ、下手なことができにくいよね。うん、もう知名度もあるし、はい、自分たちのブランディングって守らなきゃいけないから、まあ、その人たちにとって考えるんだったら、何かここでリスクを犯して変なことをする方が大きなリスクなのよ。なるほど。変なことをやることによって、今まで自分が積み重ねてきたこの何年何十年っていう信頼が失われるっていうことの方がリスクだと考えてる人の方がやはりリスクが少なくなる、うん、これすごい簡単に言ってるけどめっちゃ基本なの、うん、まずいいものか悪いものかって見分けるときに基本歴史があるのよ。歴史、それは人であったり会社であったり、この歴史っていうものが長いことあればあるほど基本的には変な話になりにくい、うん、もちろんその歴史すら欺いてやることもできるから、やろうと思えばね、まあそれこそ歴史のある会社を買うっていうこともできるわけだし、まあ、バイアウトってね、買収して買うこともできるわけだし、方法論としてはいろいろあるんだけども、とはいえやっぱこの期間ってごまかしにくいから、はい、ただまず見極めとしてはこの時間期間っていうものをチェックするのが基本の木になってくるよね。そして3番目、今言ったじゃあ時間期間っていうのがあった上で次に考えなければいけないのが、まあ、これはね JV とか、まあ、ビジネスをやるとき、あるいはその投資の話を聞くっていうときも同じなんだけども、一言で言うと、まあ、世の中の確率論計算をしてその確率論にのっとってやれるかどうかってことが重要なの。確率論ですか？そもそもビジネスに関しても投資に関してもこれ確率論なのよ、うん、まあ、いわゆる詐欺に遭う人たちっていうのは確率を一切考えないのね、はい、まあ、例えば、はい、まあ、月利 10% 取れますとかって話があった時に、どう考えても世の中の平均的な金融商品から計算するとそんなもの起きようがない、うん、まあ、大体詐欺ってわかるんだけど、だけどもいやうちの商品だけは特別ですっていう風に、はい、まあ、いわゆるバイアスがかかった状態になってるわけ。だからまずやらなきゃいけないのはその確率論計算して、うん、まあ、世の中の平均的な確率論から大きく乖離している場合ってのは何かしらリスクが発生する、はい、もう一個重要なのが、うん、じゃあそもそもの話をすると、じゃあビジネスで成功するっていうのも同じで確率論の話なの、全ては、うん、確率論、確率的に考えて成功率が高いビジネスモデルであったり、確率的に考えて成功率の高い広告を打っていけば、おのずとビジネスってのは右肩上がりになりやすいはずなの、本来であれば、うんうん、だから騙される人って確率論考えないんじゃない？そしたらなんかマルチとかってどうなんですか？マルチ、はい、マルチレベルマーケティング、はい、ネットワークビジネスのこと。あ、そうですそうです、はいはいはい、あの、まあ、いわゆる MLM とかマルチレベルマーケティングね、ネットワークビジネス、はい、連鎖販売、まあ、こういったものを結構やってる方多いと思うんで、まあ、このチャンネルを見てる人はあんまいないと思うんだけど、01だと話くるよね、うん、あれはすごい典型的な話で、まあ、それこそちょっと面白い話があって、なんかネットワークビジネスでさ、めっちゃ成功してるって人結構知ってんのよ、うん、めっちゃ金貸してるけどね。龍先生、私が、あ、なんかフェラーリ買いたいとか、はい、ランブルギーニ買いたいけど金がないから貸してくれとか絶対嫌だみたいな話するんだけど、はい、なんでお金ない、だってもう一応トップディストリビューターでしょみたいな、はいはい、でもお金ないんですみたいな、そうなんですか？いや現実ね、そういう人結構多いね。ただこのネットワークビジネスから学べることっていい意味でね、反面教師っていう意味ではすっごい学べる点結構多いね、はいはい、何が学べるかって話なんだけど、もう一番学べるのはリスク&リターンの話、うん、どんなビジネスをやるにしてもさ、はい、必ずリターンがあったらリスクがあるのね、はい、これ基本なんだけど、なんかネットワークビジネスをやってる人ってこのリスクの話をほとんどしたがらないというか、気づいてないか避けたがるかどれかで、それを分かった上でやるんだったら別に何の問題もないと思ってるの、うん、そもそも仕事としては違法行為じゃないし、うん、まあ別にやるならどうぞって感じなんですけど、ただリスクの話って出ないよね。でリスクとして起きる話で言うと、まず一つ目が、まあ、レピュテーションリスク、必ず起きるのね。レピュテーションって何ですか？評判リスク。評判、まあ要はビジネスモデル自体は否定しなかったとしても、うん、紹介したりとかしていくとさ、あいつなんか紹介してるぜみたいな話になって、はい、いわゆる評判のリスクが高まるじゃん。なりますね。まあ、最近だと友達を紹介したいんでね、ウェブ上だけで完結しますとか言って話もあるけども、はい、まあ、その場合はね、大体ポンジだったりとか、まあ、結局ああいうことやってるんだってリスクが発生する、うん、これは
ネットワークビジネスだけではなくて、どんなビジネスモデルでも、最近だとやっぱウェブビジネスって大体言われるの、うんうん、まあ、評判リスクっていうのが付きまとっていくから、まあ、この YouTube なんかもそうだと思うよ。 YouTube で発言することによって、はい、まあ、言い方次第ではレピュテーションリスクが高まって炎上していくみたいなこともあったりするの、うん、まあ、もちろん全てが炎上しますとか、全てがそういった評判が悪くなると言ってるわけではなくて、リスクの一つとして考えなければいけないっていうこと、うん、これはどのビジネスも同じだよね。どんな手法でもそうなんだけど、だからエンターテインメント系の仕事をしてると、例えば YouTube で言うとエンターテインメント系の YouTube、はい、YouTuber がある日突然ビジネスの匂いがした瞬間にリスナー離れたりするじゃん。あ、確かに。レピュテーションリスクっていうのは言い方を変えると、自分たちの周りにいる人とか自分たちのクライアント、はい、お客様が自分たちがこう新しいことをやることに対してどういう反応を示すかってことまで考えなきゃ。あ、じゃあ全然トラブルとは関係ないことでもお客さんが離れたりするってことなんですか？まあ、余裕で起きるよね。だからお客様がどういうふうに思うのかなっていうのを知った上でやるっていうんだったら別に問題ないと思う、うん、特にビジネスなんかをさ、新しく、まあ、転換する、まあ、転換ってピボットっていうね、新しいビジネスやっていきましょうと、会社の売り上げが上がらないから、はい、新しいビジネスチャレンジしましょうと、うん、そうすると必ず起きるのが顧客離れ、うん、まあ、今までとなんか違うことやり始めましたとか、うん、まあ、YouTube で言うと、まあ、今までと全然違う動画を出し出しましたっていうと、またあ、なんか違うことやってるなっていうリスナー離れが起きていく、はい、まあ、これはまあちょっと評判リスクは違うかもしれないけども、まあ、やはり新しいことをやるっていうのは過去のお客様いなくなるっていう考え方しなきゃ、うん、まあ、これがネットワークビジネスだったら友達がいなくなるとかっていうことはよくある話だよね、まあ、それを分かった上でやるならいい。だけどそれ以上に重要なのが先ほど言った確率論の問題だよね。確率論、そうで、ただ例えば、まあ、有名な話で言うと、はい、ネットワークビジネス最大手ってアムウェイだよね、うん、今のところ、うん、はい、アムウェイとかの場合って年間で1000万円以上の売り上げを作るディストリビューターっていうのが、まあ、0.06 から 0.07% だったよね。ちなみに一般的なネットワークビジネスの業界平均っていうのが年間1000万円以上をキャッシュとして手に入れる人が、まあ、1% ぐらいって言われてるから、はい、この割合って別の視点から見ると起業して10年間以上会社を存続させるのと下手したら同じぐらいになるとも言われてる。そんなに難しいんすね。確率で言うと割は良くないよね。まあ、こういう話をするとね、必ず出てくるのはうちのビジネスは大丈夫ですって話をされるんだよ、うん、これはネットワークだけじゃなくて、はい、まあ、投資に関しても、まあ、JV とかで事業を一緒にやりましょうっていう話でも同じで、はい、うちは大丈夫って言われたら大体そこに見えないリスクがあると思った方がいい。まあ、それこそじゃあポンジの可能性も出てくるし、じゃあもっと言うと従来ではない新しい方法ですみたいなことを言われたりするんだけど、これは本当 JV でもよく言われるね、うんうん、うちのビジネスモデルって新しいビジネスモデルだし、はい、まあ、私たちのビジネスモデルは今までにない世界初のモデルだからもう必ず成功するんですよとか、うん、あと中途半端にね S カーブの話出てくるよね。 S カーブ、 S カーブ前もこのチャンネルでやったけど、導入期が導入期、成長期、安定期、はい、衰退期っていう、まあ、ビジネスでは全部こう S カーブを描くのね、はい、そうすると大体言われるのが、うちは今導入期でこれから成長期が来るから今参入するとめちゃくちゃ伸びますよと、うんうん、まあ、ちなみにこの成長期の間に必ずキャムズっていう溝が発生するんだけど、このこと説明されないからね、はい、全てのコンテンツがこれから必ず成長曲線描いていきますかって言うと、そんなことなくて必ず落とし穴があるので、これ過去に解説した動画があるので皆さんにね、見ていただきたいんですが、もしね、うちのビジネスは S カーブを描いてこれから成長するんだって人がいたら、一回聞いてもらいたいのが、じゃあそのキャムズの壁どうやって越えるんですかって聞いてほしいですね。じゃあ例えば具体的なプロモーション方法とか、じゃあその問題が起きた時にどうやってクリアしていくのかっていうところは聞いていってもね、まあ、全ての投資、全てのビジネス同じなのよ、うん、それが順調にいけば伸びるでしょうねと、はい、でも順調にいかないことの方がこの世界多いから、じゃあ順調にいかなかった時にじゃあ何するんですかと、そのための対策ありますかって時に、いや伸びるんですって言われたらこいつ何も考えてねえなと思って、その段階でやらないと、ね、だ基本的には詐欺に遭いにくい人たちっていうのは結構ネガティブ思考なの、私も含めて。そうなんですね。すごい問題を探すから、問題と穴探すんで、はい、うまくいかなかった時のリスク保全ってどうなってんですかみたいな。まあ、大体言われるのが、いやそれはあなたの自己責任ですと、いやあなたがうまくいくからって言うからやろうか考えてるのに、うまくいかなかったら私のせい、いやそれちょっと話違くない、理論破綻してませんかみたいな。確かに。この段階でね、まあありえないって話になっちゃうよね。次のね、3つ目のリスクがあって、はい、これ何かっていうと、まあネットワークビジネスに限らずなんだけど、例えばネットワークビジネスで例出すと、一つのやり方を聞いてそれが全てだと思い込んでしまうっていうパターン結構多いね。全てだと思い込んでるんですか。うん、別にね、まあ何度も言うけど、はい、ネットワークビジネスって否定してるわけじゃないんだよ。まあそういう手法だよねって考え方、うんうん、まあいわゆる連鎖販売していくって手法だよねっていう、まあマーケットはそういう考え方だね、うん、だけどもそれしか知らないってなっちゃうのが問題で、はい、それ以外にもマーケティングのモデルってたくさんあるし、うん、他の手法も使えばよくないみたいな、うん、
で単純にじゃあお金を稼ぎたいって話になってくるんだったら、いやもっと違う、例えば極端な話フランチャイズだってあるわけだし、フランチャイズの初期費用がないんですって言われたら、じゃあ別に今 SNS だって話、まあそれこそ起業家コミュニティなんかもあるから、まあバーターでね、まあ、商品ないんだったらもっと売れそうな商品を持ってる人とコラボレーションしたりとか、なんかいろいろ方法あると思うんだけど、その一つの方法しか知らないってなってくると、えどうすんのっていう、まあこれは問題でしょうね。一つの手法に固執してしまうっていう問題が発生する、これもリスクでしょうね。で何よりすっごい面白いのか、はい、騙される人たちとか、はい、まあ、さっきのネットワークビジネスも同じなんだけど、びっくりするぐらいに、これ4番目ね、金融知識が皆無すぎる、これね、めっちゃ面白いのよ、うん、で大体ね反論来るんで、ゆう先生は知らないんですと、私たちはこのビジネスで年収10億以上稼げるって夢があるんですとか、まあそういうこと言われたりするのね、うん、でもね自分が知ってる中で言うと IR 思考っていう考え方を持ってる経営者って大体まあ10億ぐらいいくのよ、年収ベースで、うんうんうん、まあこの年収っていうのが年収も複雑で、まあほとんどの人たち年収ってさ、はい、大体こう役員報酬とか、まあ賞与とか、まあ株式会社やってるのは配当とかさ、そういうので得ようとするんだけど、まあそれ以外にも、まあ、売却をするエグジット戦略持ってる人であったりとか、会社のこのバリエーションっていうものを考えてる人っていうのはまた違った稼ぎ方をしてるのね、うん、まあ話が難しくなるのですっごいかいつまんな話をすると、はい、この世界の、まあ、ビジネスやってる経営者っていうのは全体3つの思考に分かれるんだ、うん、1つ目が、まあ、PL 思考っていって、まあ、単純に売上と利益しか考えない、はい、多いでしょですね、今月はいくら売り上げてどんだけ利益が残りますと、はい、まあそれこそ利益でもじゃあそれが粗利益なのか営業利益なのか、あの経常利益とか違い分かりませんとかさ、うん、まあまあみんなシンプルに売上と利益って見ちゃう、うん、ほとんど世の中の大半の経営者がおそらくこの PL 思考っていうところに陥ってると、うん、でもうちょっと分かるっていう人たちは BS 思考、うん、貸借対照表とかをちゃんと見ていきながら、まあ実際うちの資産っていうのはどれくらい残ってるんですかということを考えていくと、最後の IR 思考っていうのは何にリソースを使っていったら一番自分たちの資産が増えていくのか、一つじゃあ分かりやすい例で言うと、さっきのバリエーションっていうね、はい、話が出てくる、まあ、世の中の経営者っておそらくこのバリエーションって聞いたことないと思う、ね、ほとんど何ですかそれみたいな、うちは売上と利益しか見たことがありません、金融の本質から話をすると、会社の売上と利益っていうのはイコール会社の価値じゃないんだよね、うん、会社の価値っていうのは売上と利益だけじゃなくて、例えばそこに抱えてる顧客の質であったり、あるいはブランディングであったり、まあ、あるいは自分たちしか持ってない技術があったりっていう風に、他の会社との大きな違いがあるだけでも会社の価値と変わるじゃん。例えばちょっと例で言うと、はい、世の中にある全ての匂いを 100% 再現できるような機械を持っていますって人がいたらどうする？じゃあ例えばその辺のね、はい、世の中に全てのワインの匂いを 100% 再現できますとか、はい、まあ、世の中にある、じゃあ例えば何もカレーパンの匂いを 100% 再現ができますと、そういう技術がある会社があるとするんでしょ、はい、でもマーケティング分かってなくて売上は全くありませんみたいな会社があったとしても、そういう唯一無二の技術を持ってる会社ってのは果たして企業価値として考えた時にゼロなんでしょうかっていうとちょっとまだ違うでしょ。確かに今すっごい短縮した話をしてるから、はい、まあ、実際はちょっと違う点もあるんだけど、とはいえ、まあ、唯一無二の技術を持ってますとか、うん、まあ、唯一無二のブランディングがありますと、圧倒的に知名度が高いですっていうだけでも価値って上がると思わない？思います。まあ、いわゆるそういったのを複合的に考えて、まあ、単純な売上と利益だけじゃない部分を、まあ、いわゆる業界用語でのれん代とか言ってるんで、うん、まあ、価値が増えるんだよ簡単に言うと。まあ、結果として皆さんに知ってもらいたいのは、売上と利益だけは全てじゃなくて、まあ、会社の価値っていうのはそれ以外の部分も加算されているよと。で、世の中のお金持ちの人たちっていうのはこういった金融知識をうまく使っていて、本当の価値っていうものが一体何なのかということを常に頭に入れながら行動していくのか、あと自分の資産の増やし方をよく分かったりする、うん、まあ、例えば、まあ、上場してる社長なんかは自分のさ保有してる株がある、はい、でもその株をね、まあ、売ったりできないんだよ実際のところ言うと、上場すると、うん、まあ、売るっていうのは一般投資家から見ると、え、自分たちの株を売るって自分たちの会社に未来がないってことって判断する。はあ、なるほど。だってこれからも会社が儲かっていって、うんうん、株価が上がっていくんだったら株なんか売らないでしょ、はい、だから売れば株価下がるし、まあ、そういうのも分かってるからなかなか売りにくい。だからこそ、じゃあ自分のね、じゃあこの持ってる株ってどうするんですかっていうと、株を担保にお金を借りると、うん、お金を借りてそれをさらに投資で回していくみたいな戦略を取ってたりするので、うん、資産家の人たちでも共通してるのはもう IR 思考、どうやって今のお金を増やしていくのか、はい、どうやって今持ってる自分たちのこの持ってる価値を使ってより増やしていくのかってことを前提に考えてたら、うん、まあ、そう考えていくと、さっきのじゃあネタクビジネスの話をすると、まあ彼らがじゃあ金融知識があるのかって言われると、まあ結構ない人が多いんじゃないかな、うん、全員じゃないよ、ある人もいるんじゃない、ただ自分は会ったことないけどね今のところ。そうですね。
なので、まあ、ポイミンクの質問のネットビジネスでどうなんですかっていう結論から言うと、勉強って意味だったらやってもいいんじゃない、確率は低いけど、はい、もう一つのモデルっていうのに割り切って、でお金がないからチャレンジしてみたいとかね、はい、まあ、例えばさっきのフランチャイズやりましょうって言っても、いや手元の資金ないんですとか、まあ、起業が怖いんですとかっていう人たちが、さっきのレピテーションリスクとかも含めた上、それを考えた上でチャレンジするんだったら別にいいんじゃないですか、僕みたいな人ってネットワークビジネスで成功しますか？成功しないのかな。まあでも勉強という意味ではやっていいんじゃないって話、まあ基本的に営業力上がるし、ね、あ、そうなんですね。まあうざがないんだけど非常に、でそれで学んだものを他のビジネスを応用するっていう意味で言うんだったら、まあホイミン君とかね、まだ20代だからやってもいいんじゃないかなと思って、ちなみに余談として言うと、はい、ネットワークビジネスでさ成功してる人っていうか仕組みが分かってる人って、はい、面白い手法やってる人意外といるんだけど、へえ、どんな仕組み？ネットワークビジネスでさある程度組織をでかくするだけだったら、はい、仕組みが分かってる人意外とできるのね、うんうん、まあ、例えばその単価の安い商品とかで会員数をガンガン増やしていきますと、はい、で会員数が増えたあたりで丸ごと他のネットワークビジネスに移動させたりするんだよ、うん、で会員って先導されてる、はいはい、先導されてるから、うん、そのままもっと儲かるネットワークビジネス見つかりましたって言って移動させると会員が丸ごと移動するでしょ、はあ、まあいわゆるダイレクトレスポンスマーケティングみたいな、フロントエンド商材でかもう教育して、その後に本命の商品のネットワークビジネスに移動するとみんな初期投資でガンガン金使うじゃん、うん、だそこで一気にお金を吸い上げるっていう人たち一定数いるよね。そうなんすね。コロ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 変えてるような人たちあんま知られてないと思うけど、だから上層部結構顔ぶれ一緒だよなっていうのもよくある。へえ。でも一般の人知らないでしょ。はい、ね、ある日急に夢のある夢のある商品見つけましたと、うんうん、これネットワークだけじゃなくてね結構どの業界でも言われると思う、うん、次のすごい商品見つけました、すごいキャンペーンを見つけましたと大体みんな言うね、すごい商品すごいキャンペーンが始まりますみたいな、今までにないっていう、今までにない最強の商品、この最強の商品最強のサービスって言葉が何回使われるかっていうぐらい使われてるから、うんうん、だから最強は最強じゃないんで基本的にね、その時は最強かもしれない、もしくは、はい、本人にとっては最強かもしれない、はい、お金儲かるか、うん、という考え方を持つとまあいいんじゃないのかなと思いますけどね。なんかネットワークビジネスの方って分かったんですけども、うん、利権ってあるじゃないですか、はいはいはい、投資でもビジネスとかでもなんか利権って話出てくると思うんですけど、うん、利権って話に僕ちょっと弱くて。なるほど。そういうのってどうなんですかね。まあホイミン君に利権の話が来ることはまあありえないでしょうねそもそもまず利権って結構投資とか、まあ、ビジネスの世界とか結構来るもんね、うん、利権はね、まあ、一言言うと結構、まあ、実際かなり複雑な人間関係とルールメイキングが必要だから実は難易度がめちゃくちゃ高い。そうなんですか。実際自分もプライム上場企業を絡みまくってる利権いくつか持ってるんだけど、うん、いやすごい難しいよ。結局マーケティング力とか交渉とかルールメイキングが必要なケースが多くて、はい、ただ持ってるだけでうまくいくってこともあんまないっていう、うん、相当な交渉力とか求められるのね、うん、まあ、そんな状況でじゃあ普通の一般人が、一般人で言い方あれだけども、そういう人たちが利権が来るっていうのは、まあ、夢のまた夢じゃないかな。イクジットしてる人間に来るならまだしも、まあ、一般の人たちに来る利権の話っていうのは隠されたリスクが必ず存在するっていう、てかまあ難しいから、まあ、全部無視していいんじゃない。そんな話来ないけどね。そもそも来ない。来たら、はい、まあ、隠されたリスクが大半じゃないかなって思う。来ないし、来たらリスクばっかり。まあ経営してると来んじゃない。経営とか投資家にはそういう利権の話結構来んじゃないかな。いや相当来ないけどね。まあ話的にはたくさん来んだけども、本当の意味での利権ってあんま来ないけどね。うん、だから全無視でいいんじゃないかなと思うけどね。はい。まあここまではまあ3つの。見分け方っていうところで、まあ、リアルタイムの実績あるかどうか、守るべきものがあるかどうかっていうのと確率論から計算しましょうっていう話をしたんだけども、じゃあ4つ目、はい、まあ、4つ目はこれ非常にシンプルで、華やかな話には必ずリスクがあると、まあ、今までも散々リスクリスクって話をしてるんだけども、基本的に華やかな話っていうのは隠れたリスクが多いっていう考え方でいいと思うよ、うん、まあ、それこそ、まあ、エンターテインメント系が関わってるわ、はい、まあ、どこどこのね有名なタレントさんであったりとか、まあ、有名起業家が関わってますっていうのはこれ PR の基本なの、うんうん、PR 使えばいろいろやり方あるけど、まあ、PR の業界ではこういった有名タレントとか有名企業を使うっていうのは結構基本の木であって、彼らが使われているからそれが本物かどうかって話にはならない、うんうん、であとエンタメ系は怪しいきな臭い話が多すぎるんで、基本的に自分はほぼほぼ関わらないから、まあ、遊びで関わるならいいけど、儲けようと思って関わると痛い目合うって話の方が多いんじゃない、うん、そして5番目、まあ、これすごい分かりやすい、はい、特に投資に関してはすごい分かりやすい、まあ、何かというと、もしホイミン君に投資話が来たら、はい、ちゃんと金融庁の許可得てるかどうかだよ。金融庁の許可ですか。まともな投資の話であれば基本的に
ファンド組成をしっかりしていますとか、金融庁にちゃんと許可を得ていますっていう状況になると。でかつものすごく重要になってくるのが保全があるかどうかっていうことは必ず聞く。保全っていうのは、はい、万が一が起きた時に資産がなくならないような対策があるんですかって話をするわけ、はい、基本的には、まあ、資産を持ってる人とかお金持ちっていうのは増やそうとするよりもいかに減らさないかって考え方をするわけ。あ、そうなんですね。でも世の中って逆じゃん、はい、どうやって今のお金をもっと、ね、何十倍何百倍と、うん、で仮想通貨の時もそうだけど何百倍も増やしていきたいと、まあみんなそういうこと考えていくんだけども、実際は増やすことよりも減らなければ増えるって考え方なの。減らなければ増えるっていうすっごい基本的な話なんだけども、ほとんどの人たちは考えないっていう。まあビジネスも基本的に投資思考を持っていなきゃいけないから同じところがあるんだけど、はい、基本的に会社の売り上げ上げていきます、利益上げていきます、まあ考え方の中心っていうのは減らなければ増える、これだけな、シンプルな。そうなんですね。だって減らなければどんどん増えていくでしょ。お客様が増え続けていったらそれはお金も増えるでしょ。確かに当たり前なんだけど、減らなければ増えるって結構ねこれ奥深い言葉なのよ、うん、だからずっとビジネスが横ばいですとかスケールしませんって人たちは意外とお客様が減っていったりするわけ、うん、減るような施策をやっちゃってる。だからお客様を増やすことも重要なんだけども、マーケティング的な考えがあるんだったらお客様を増やす前にどうやって今のお客様を減らさないかっていう、減らさない対策、まあいわゆるリピーター対策だよね。リピーター対策であったりとか CRM 対策って言うんだけど、こっちを優先しないと、いくら広告使っても、いくら口コミ対策しても、いくら SNS やろうと、増えても減ってくるでしょ、うんうん。だから減らない対策をするのが、もう基本の木なんだよ。だから、まあこれはマーケティング、まあビジネスだけじゃなくて、投資の世界でも同じですよって話。っていう発想をしておくと、基本的には投資話って人にしない。なぜかというと、いい話が仮にあったとして、はい、それを紹介するときに、紹介責任って言葉と絶対に乗っかってくる。これいろんなところで言ってるんだけど、この紹介責任っていうのは何かというと、うまくいったときはありがとうなんだけど、うまくいかなかったときに紹介者のせいになるじゃん、はい、この方がリスクじゃないですかって話。確かに。で世の中っていうのは再三言うけども、うまくいく前提でしか話が進んでないんだよ。じゃあ冒頭でも言ったでしょ、はい、うまくいかなかったときどうするんですかみたいな、うん、うまくいかなかった場合にリスク対策がされてるかどうかってことの方が重要なんで、まあそれを考えていくと紹介っていうのはリスクの方が大きいからみんなしたがらないんだ。まあ、かつちゃんと金融庁の許可が得られていて、結構まともな投資ってなると単位がミニマムでも数千万以上からのはずなんで、そんなになんですね、まあ、ミニマムでだからそれ以下ってなってくると、もうこの段階でなんかおかしいなみたいな。普通の一般の人たちが出せる金額で、じゃあ例えば100万円ですみたいな話になってくると、いやおかしいなみたいな。でなおさら本人の3万円ってなると、いやありえないでしょっていう。で3万円だったら、いやもうインデックスファンドでいいんじゃない。3万円だったらまず勉強に使うのね。自己投資が一番多分リターン高いと思うけど、先に龍先生に相談すべきでした。3万円あったらなんか変な投資するよりか自己投資やった方がはるかにリターン高いですね。お金がないとか投資ができないっていうレベルの人は自己投資って自分たちのレベルをアップさせた方がはるかに有益だけどね。それこそマーケティングであったりとか、じゃあ財務戦略学んでいきますとか、まあ、経営計画の作り方学ぶとか、なんかいろいろやれることってあると思うけど、そっちにお金かけた方がいいんじゃない。で続いて6番目ね、これ結構マジありありなんだけど、詐欺をしようとしてる人って実はほとんどいないんだよ。え、どういうことですか。コンビン君今回詐欺に遭いましたと。はい。でも実際ね、この詐欺になるってパターン2つあって、はい、本当に詐欺をしようとしてる場合と、はい、詐欺をする気なかったけど結果的にうまくいかなくて詐欺になってしまったってパターンがある。うまくいかなくて詐欺になるパターンですか。そうで、そのうまくいかなくて詐欺になってしまったっていうパターンの方が多い実際は、ね、そうなんですね。だから友達からの紹介とかっていうのも大体本人も騙されたりするケースがあるし、最初はうまくいくともう信じていた、だけどやったらうまくいかなかったってことが多いから、うん、だから詐欺をしようと思ってない、結果としてそうなってしまったっていうケースなのが多い、はい、でこれはもう言い方変えるとリスクっていうものをみんな見てないんだろうなっていう。今日この動画で何回リスクという言葉を使ったか分かんないけど、これぐらいリスクって言葉は重要になってくるのね。もうとにかくリスクがもう優先順位第一なの。まあ基本的には友達からの紹介とか知り合いからの紹介っていうのは、まあ基本的に全スルーでいいかなと思う。で最後7番目、まあ最後7番目に関しては、まあこれちょっとおまけみたいなもんでしょうね。まあ知っておいてもいいかなぐらい、まあプラスアルファで考えてもらったらいいと思うんですけど、リスペクトしてくれる人間からの紹介なのかそうじゃないのかちょっとね影響しますね。リスペクトですか。そう、要はつまり自分のことをリスペクトしてくれてるっていう人間、はい、まあ尊敬とか敬意を持ってる人間で、うんうん、まあ作業しない確率が高いし、はい、もし仮にうまくいかなかったとしてもなんとか僕がしますっていう意気込みを持ってる可能性が高い、うん、まあこっちのことお金とは見てない。
うん、お金と見てなかったり、はい、本当の意味ですごいリスペクトしてるからっていう意味でつなげてくれたっていうのは、まあ、プラスアルファぐらいの要素になるね。だからといって、まあ、本人も騙されてるケースもあるんで、まあ、これはあくまでプラスアルファ、うん、だけど本当に関係値が全然ないとかリスペクトも何もないっていう人よりかはマシだよねって話、うん、だからただの知り合いからとかの声が一番もう話聞かない方がいいね。自分もたまにあるよ、 LINE とかやっててマーケティング侍の公式 LINE とかやってると、はい、そこから問い合わせくるんだよ、はい、ギン先生すごい儲かる話があるんですと、もう意味不明すぎて大丈夫かよと、 LINE でそんな気軽に声かけてくる段階でなんかありえないなっていう、そんなん来るんですね。まあよく来るね、全部スルーするけど、まあもしくはブロックしちゃうけど、今言った七か条っていうのを意識していただいて、基本的には世の中にそういう甘い話はないんだよっていうことで終わってしまうんですけども、うん、じゃあ逆にどうやったら成功していくんですかって話をすればですね、いくつか、まあ、方法は確かにあるんですね。一番は何ですかって言われたらコツコツやりなさいで終わっちゃうんですよ。もうこれもうゼロ番ですね、抜いてしまうゼロ番、コツコツやりましょうと。いや本当にそうで、コツコツやるっていうのは言い方変えたら時間を味方につけていくから、うん、みんな時間をどうしても省きたいから最短の近道を探そうとするんだよ。近道を探してる人が一番遠回りしてるからあんま良くないと思う。特に投資の世界とかで近道をしようとしてる人だって結構失敗してるんで、結果遠回りでお金を失ってさらに時間がかかってしまいましたっていうケースの方が多いのよ。この世界にすごいドリームっていっぱいあるんだけども、だから宝くじを否定してる人って結構多いのね。投資はいいです、宝くじはダメですみたいな、はい、でもその人たちにやってる投資って宝くじとほぼ変わんなかったりするもの多いから、だったらもうそれよりもコツコツと時間を味方につけていって、しっかりと自分たちの事業を上げていく、投資をするんだったらしっかりと利回りがそんな高くなくてもいいから、まあ福利で増えていくものを投資していくっていう考えの方が結果的にお金増えてるよね、うん、みんなさ若いうちに成功したいって言うからさ、はい、若いうちに成功したいって言ってる人たちってほとんど健康的にボロボロなんで、まあ自分なんか40代超えても20代とほとんど体のポテンシャル変わらないんで元気だし、うん、ただ普通に投資っていうのはお金だけを指すんじゃなくてさ、自分たちの健康状態であったりとか人間関係とか、あと自分の脳みそのアップデートとか、まだ投資できるものって他にもあると思うんで、それをないがしろにしてお金に全振りしますと。え、なんでですかって言うと、いや今20代って今しかないから、いやでも別に40代になってもね、別に10代とか20代で遊んでるしなと思って変わんないなっていう感覚だから、はい、それは幻想であると、うん、それで体が衰えるって人たちは単純にトレーニングすればいい話だし、健康にお金とかをちゃんと使っていけば別に健康状態も、老化現象ってのは確かに起きるけども、そこまで大きなマイナスってはないと思う、想像以上に。で続いて、じゃあ何すればいいのかって話ね。じゃあ続いてやるべきこととしては、まあ今言った、じゃあもう1番が時間を味方につけると、はい、コツコツやりましょうって話だったら、まあじゃあ2番、これはねもうすごいシンプルなんだけども、情報があまりにもなさすぎるから結果的に騙されてしまう。だったら情報を持ってるようなコミュニティに入って、まず情報収集をするってことを自分だったら心がけると思うよ、まずは、うんうん、だからやる前にセカンドオピニオン、サードオピニオンをつけるのよ。だからそれが本当なのかどうかとか、それが本当にうまくいってるのかどうかっていう、実際に結果を出してる人たちの声っていうのをまあ聞くだろうね、うん、でこれは特定のグループに入るっていう意味もそうなんだけど、全く違ったグループの話も聞いてみる。全く違ったグループ、例えば特定のグループに入ります、はい、そうするとその特定のグループだけの話になっちゃうじゃん、はい、まあ、悪い意味で言うと洗脳されちゃうから、うん、それが全てだと思ってしまうんで、じゃあ全く違った意見を持ってる他のグループからも話を聞いてみた、うん、そうすると客観的な意見を聞けるでしょ。確かにそうですね。多分いくつかの、まあ、いわゆる成功者というか、まあ、うまくいってる人たちがやってるコミュニティとかに入ってみるっていうのは分かりやすいよね。複数入るね、自分だったら1個だけじゃなくて、うちの、まあ、KBC っていう、まあ、経営者コミュニティとかでも、まあ、かなり、ね、年商高い人たちもたくさんいるし、投資で失敗した人とか逆にうまくいってる人もたくさんいるから、そういうこれも一つの選択肢だと思うんだよね。うち結構多いよね、成功してる人、最初から入った段階でうまくいってる人多いよね。そうですよね、まあ、審査して選んでるからっていうのもあるけど、まあ、なのでもし皆さんこの動画を見てちょっと興味あるなっていう方は、私もこういう経営者コミュニティはやってるんで、概要欄からね KBC って書いてる経営者コミュニティの方をチェックしていただければねと思います。まあ、結構本当面白い人いっぱいいるから、まあここで言ってる話以外にも事業でバチバチに伸ばしてる人もいるんで、いい話が聞けるんじゃないかなと思いますけどね。まあ一つの参考としてね。で続いて3つ目、まあトップと仲良くなるですね。だからさっきコミュニティみたいな話があったら、まあ基本的にそのコミュニティのもちろんメンバーで情報収集するのもいいんですけども、やはりトップでうまくいってる人から直接聞くっていう、で裏話絶対聞く。裏話ですか？だ例えばセミナーとか YouTube とか、まあ、書籍とかで出てる話っていうのは、まあ、私から見ると全部表の話だと思ってるんで、じゃあ実際どうなの知りたいね。そういう成功にこう色付けされたような話じゃなくて、
本当のところはどうなのって、やっぱ裏を知れば知るほど実体験に勝る成功法則がないと思ってるんで、じゃあそういった本当のところを聞きたいと。だから一緒に食事をしたりとか、実際どうなんですかってインタビューをしたりとか。インタビューって結構答えてくれるから、成功者には。まあ成功してる人はインタビューに答えると結構好きなのよ。そうなんですね。だから、まあインタビューしていいですかとか、質問していいですかっていうの結構喜んでね、回答してくれたりするんで、まあこれはまあ昔から私はよく使ってますけどね。なんかできるだけ一次情報に近い情報。いやもう一次情報だね、完全に。質問を直接するから。で、そして最後。で、これがもう隠されたリスクの発見。だから隠されたリスクを常に考える。まあ、何かいい話があるのは 100% っていう認識でいい。 100% 隠されたリスクがある。それが何なのかっていうのを常に考えて、分からなければ専門家に聞くのがやっぱり一番いい、はい、あ、もう聞いちゃうんですね。もうそのためにセカンドオピニオン、サードオピニオン必要なんです。どんないい話でもリスク絶対あるから。リスクゼロの商品ないんで。これはビジネスも同じだし、投資も同じだから、そのリスクってのは一体何ですかって、それを理解した上で、まあ、リスク&リターンを考えると、でもみんなやっぱりこう一人の人からの意見しか聞かないから、それが全てだと思ってしまうでしょ。だからうまくいかない。はい、まあ非常にもったいないよねって話。というわけで、今回ですね、詐欺に遭わないための方法7選ということで皆さんのお話をさせていただきました。結構基本の話もあったと思いますけども、やっぱ基本がね、原点かつ頂点だと私も思ってますんで、今日の話を使ってですね、まあ皆さん今後自分たちの事業であったり投資とかに役立っていただければというふうに思います。で、まあこういった話なんかをですね、まあ普段聞けないような話なんか、まあ YouTube でもやっぱ言えない話も結構ありますんで、そういった情報が聞きたいなと思った方は概要欄の方にマーケティング侍の公式 LINE がありますんで、そちらに登録してください。LINE の方はね、この YouTube では言えないような話をこっそり内緒でね、発信してたりすることも多いんで、えぐれな話多いからね、今回の話は。なかなかちょっと喋りにくかった内容もあったなぁと思いつつ、もし詳しく聞きたい方がいたら概要欄から LINE の方を登録していただければと思います。というわけで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録と高評価、そしてシェアの方をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。はい、リュウ先生、今日もありがとうございました。おい、いや、なんか思ったよりも全然リスク考えてなかったなと思いまして。まあ、何も考えてないですよ、ね、どんどん騙されると思うよ。投資だったりとかそういう話も、まあ、聞いたりするんですけど、メンターの話も聞いたりするんですよ。メンター？メンター、はい。メンターをつけた方がいいよとかも自己啓発本に書いてあったりしますし。ああ、まあまあね、メンター見つけなさいみたいな話ね。そうです。一人のメンターを見つけた方がいいみたいな。はい。メンターにしてどう思うかとかも。そうです。まあメンターは別にいてもいいんじゃない？ 0-1 だったら。0-1 だったらいてもいい。メンターってさ、基本的に考え方を教えてくれるような人なのよ、はい、すごい前提から言うと、メンターの考えは全てじゃないよね。全てじゃないんだけども、何もありませんと、はい、もう起業もしてなければお金もありませんみたいな感じで、これから何をしていいかわからないっていう、そのブレまくってるような人なんだったら、まあ、こういうメンターが一人いてもいいと、うん、まあ実際一番最初の0-1って、それこそ思い込みが強い人とか、絶対に自分は成功するんだっていう人の方がやっぱ成功率高いから、確率で言うとね。だったらそうやって思い込みを持てるような方がいいし、この方法でいったらうまくいくんだっていうね、教えてくれる人が一人いた方が成功確率は高い、通常だと。ただそのメンターが何を目的でメンターをやってくれるかによると思う。まあなんかもう悪いメンターとかになると、まあ洗脳だけして操ったりするから、だからメンターは一人だけが一人だけにしなさいとかさ、あのこれも言ってる意味は分かるんだけど、メンターを一人だけにしなさいっていうのは、確かに何もなくてブレてるような状態だったらば、一人だけね、一人だけの話を聞いて、まずはそのメンターの話を聞いてやるっていうのはいいんだけど、ただ一人の意見っていうのがやっぱ絶対全てではないから、ある一定まで言うとメンターっていうのは基本的に2人3人とか、さっきのセカンドオピニオン、サードオピニオンって感じで増やしてた方がいいから、うん、それこそね、自分もそうだけど、じゃあスプラトゥーンでゲームやってるじゃん、はい、で最初のメンターが佐々木 D ってやつがいるのよ、スプラトゥーンで。でめちゃくちゃスプラトゥーンうまいので、ずーっと佐々木 D にスプラトゥーンうまくなるんだとジャンプ打ちをしなさい、まあ、スプラってのこうシューティングゲームなんでジャンプをして打つんですよ、ね、打つこともできる。それをずーっと教え通りでやってて、この前ね、日本一のスプラトゥーンの人に会ったの、本当に大会で優勝してる人、うん、で僕のどうですかみたいな感じで、私のこのスプラトゥーンどうですかって言ったら、ああダメだねと、ジャンプ打ちするやつは三流だって言って、え、教えてもらってることは全然真逆みたいな、もうここでね反省したわけよ。あ、一人のメンターを信じてしまったらやっぱダメだなと。本当のプロから見たらジャンプ打ちなんかやっちゃいけないみたいな。そこで今目下修正中だったりするので、まあただね、感謝してるのは、最初のきっかけ、上手くなる上達をするきっかけになったら佐々木 D のか、うん、
まあ最初のメンターってこんなもんよ。一番最初のきっかけとか成長してくれるという意味では非常にありがたい、はい、ただやっぱメンターってのはやっぱもう自分の成長とともに変わっていくもんだったりとかするし、はい、まあ一人だけじゃなくて複数のメンターがいてもいいんじゃないのって考えます。で重要なのはね、はい、まあ01の時っていうのはまあいろいろ考え方がブレたりとかすると思うんだけど、人生って一言で言ってしまうと自分の中で成功方程式を見つけていくもんだよ。自分の中の成功、自分の中の成功方程式、要は私の成功方程式とワンミクの成功方程式はおそらく違う、まあ、性格も違うし。で成功方程式っていうのは自分の中の勝ちパターンです、うん、まあそれこそ、まあ、ゲームで言うとね、まあ、さっきシューティングゲームの話だけども、特攻して敵を倒すのが好きって人もいれば援護射撃をするのが好きって人もいるわけでしょ、はい、だからこれってやっぱみんな自分たちやりやすいプレーのやり方があるんで、人生のプレーの仕方が、まあ、これは経営でも同じだし投資でも同じなんで、このやり方をやれば必ず勝てるっていうやり方ではなく、自分に合った成功パターンかどうかの方が重要になってくる。これが本当の意味での成功方程式。僕がママ活で生活できてたのもある意味成功方程式なんですかね。僕もなんかその成功方程式せっかく持ってるんだから本でも書いてみようかなと思います。